どうも皆さんこんにちは、ひろあきです。さきのです。今日はちょっと大西ひろあき組の、ショーがあるんですけど、ちょっと1日2020年始まって初の、ショーなんで、ちょっと1日ちょっと密着っていう感じでやっていきたいなと思います。今ちょうどね、まあ、ちょっと駆け足なんですけど、リハーサルが終わって、で、まあ、ちょっと休憩というか、で、まあ、1時間ちょっと後に、ショーが始まるという感じですね。で、その後に、まあ、ちょっと講習会みたいなのもあるので、まあ、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。切ればいいやん。トレーニングをちょっと前にしてみて、ちょっと筋肉痛があるっていうね。痛かった。はい、というわけで一応、デモンストレーションと講習会が終わりました。結構早い時間の講習会って久しぶりなんだよ。講習会でも、デモン、なんか着いて1時間後ぐらいの感じだね。2時とかにやったから、2時とかに始まって今が3時半まで行ってないじゃん。3時くらいかな、多分。なのでちょっとね、早い時間に終わったんですけど、なんかもともと今回150人ぐらいのね、決まる新宿区でやる予定だったのに100人入って、言ってたね、200人超えてるって言ってたんで、すごい、やっぱり嬉しいですね。嬉しいですね。ちょっとね、この後、ちょっと移動して、ちょっと練習とかしていこうかなと思います。というわけでね、今日が終わってちょっとお昼ご飯なんですか。サラダと、サラダとスープとポッカチ食べていきますか。僕もとりあえずサラダ来ました。はい、というわけで到着しました。どうですか、体は。でもいっぱい踊ってきたけど、まあちょっと肩、バキバキ、なんかあれよね、
意外と1時間ぐらいでさ、戻ってっていう感じだったから、着いてからね。はいはいはい。だからまあ結構なハウグッて上げるっていうし。確かに。だからちょっとねストレッチとかもねしっかりしたかったんですけど、まあ、ちょっと今から、まあ、デモの練習とかもねしていきたいので、まあ、ちょっと体をしっかりほぐして頑張りたいという感じですね。結構でもホールドとか貼るとね、結構首周りとかね、どうやばくない？普通に肩凝るから。肩凝るよね、毎日肩凝ってる。マジで？もう私生活でも凝るから。よくマッサージしてって言われるもんね、僕よく揉んでみたいな言われるもんね。でも僕もたまになんかやっぱ結構やばいなって時とかは先なり揉んでって言ったりするもんね。特にさ、なんか海外行った時とかはさ、こういうのがないとさ、ちょっとやばいよね。やばい。これ日本だやっぱ声が声なんか日本やったらまあ整体行こうとかなるけど、まあ、海外行った時ってあんまり整体行こうとはならんしさ、マッサージも頼むわけじゃないから、まあね、なんかこういう合間合間とかにねちゃんとほぐしとかないとって感じだよね。試合とかはね結構ね、スパンもあるし疲れるから。首も一番でもやっぱ首周りやばいよね。首周り、首肩周りか、肩甲骨ね。肩甲骨か、ありがとう。なんかそう、足とかも、でも足とかもやっぱ疲れてきたらね重要ね、やっぱ足のね、こういうとこにね、そう、ふくらはぎとかね、ちょっと頑張ってしっかりほぐして練習していきたいなって感じですね。でも足とかはどう、つったりはしない今のとこ？ちょっと釣らない。試合の時は釣りやすい、うん、そうね、試合の時はやっぱ、ね、しても頑張るからね。そうそうそう、結構なんかやっぱ 固まんないように してるよね。だから、うん、ほぐしてほぐして、なんか力が入りすぎた時にこうグッて固まんないように、やっぱ伸びていくのがすごい重要だからさ、ダンスってね、コンパクトになりやすいから、まあ、ちょっとこの後も練習頑張りたいと思います。というわけで練習終わってちょっと事務所に来ました。まあちょっとね、今日は作業これからして、まあちょっと終わりたいと思います。動画編集頑張ります。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。 YouTube のメンバーシップにて僕たちが海外で行ってきた知識などをオンラインの YouTube ライブで配信したりもしています。僕たちのことを応援してくださる方はメンバーシップの登録をしてくださると嬉しいです。応援よろしくお願いします。